俺の世代の人に関してはあんまり言えないですよね。ちょっと広すぎる。그윗세대감독님들에대해서는말을할수가없죠근데뭐그굉장히너무넓어서뭐라고일적으로이렇게말씀드리기가쉽지는않은것같습니다이만대유도そうですね何となくですけど観客の印象としてこうやっぱ、まあ、映画がどう選別されるかっていう時にまあ分かりやすい言葉で言うと快か不快かっていうその自分にとって見る人にとってこう、まあ、快っていうのは快感の快なんですけどこう気持ちのいいものなのかあるいは不快なもの変えなものはまあ見たくない。で、自分が気持ちよくなれるものが見たいっていうのがまあ大きくこう2つ出てきてると思うんですけど、ただまあ当然そのまあマーケティングっていう意味で買いを優先する映画もたくさんあるんですけど、多分そこに馴染まないというか、まあ馴染まない僕のような不快を選択する同世代の監督もたくさんいて、ただその、まあ、吉田さんの小説にも通じるんですけど、その不快っていうものは、多分今、自分たちの目の前にあって、向き合わなきゃいけないことだったりするので、そのじゃあ、向き合わなければいけないものをどう、その少しでも快の方に映画として見せていくかっていうことに、多分直面して悩んでいる。でもそのことがもしかしたら映画を豊かにしてるんじゃないかと思います。지금일본뭐혹은그제가비슷한세대비세대에대해서는좀어렵고지금많이이렇게활동하시는분들을봤을때관객의시점에서지금막나오고있는영화들을어떻게선별하는가를기준으로말씀드려보면하나는쾌육회가아니라그쾌라를켰는데육회라고하는그냥쾌그리고한쪽에는불쾌그래서쾌는물론기분이좋은거불쾌는기분이좋지않은거그래서뭔가영화를보고나서자기에게좋은느낌을받는영화냐혹은불쾌하거나불편한느낌을남기는그런영화냐불편하고불쾌하면영화를안보고뭐이렇게큰두축으로관객에게선별이되고있는것같은느낌이듭니다근데영화를마케팅적으로보면은당연히쾌의한축을선택하는게맞겠지만혹은그것이많이선택되는그런방식이겠지만그쾌라는부분에뭔가녹아들어가지않는예를들면저같은그런작품도한편에는있는거거든요그리고그런쾌쪽으로분류되지않는그런부분을굳이선택을해서영화로만들고있는같은또래세대의사람들이많이있구나라고제가느끼게됩니다그리고요시다슈키치의소설에도그런부분은또인맥상통하는부분이기도해요그런데지금말씀드린그런불쾌에해당하는부분은그저그냥느낌상으로불쾌하다는것만이아니라실은지금우리바로눈앞에있는것이어서직시간만하는대상이기도하고또마주해야하는그런것이기도하거든요그래서그것을굳이그러니까그런불쾌부분을골라서만들지만이것을어떻게쾌쪽으로더연계를시키는가하는거를가지고고민을하고있는것같아요그리고그런고민하는그런류의고민이어쩌면영화를풍부하게만들고있는지도모르겠습니다